COVID-19 による看護教育のレジリエンス、対面遠隔のハイブリッド授業、人間環境大学松山看護学部岡妙子、上西隆明。人間環境大学松山看護学部は、この3月に初めての卒業生を輩出しました。完成年度が COVID-19 の影響で、対面、分散、遠隔によるハイブリッド授業となりました。開学から3年間は、地域や大学で様々な行事を行いましたが、それらがすべて中止になったために、学生会が大学祭やクリスマス会を合わせた形での交流会を企画しました。その中で授業成果を発表してほしいとの依頼が私にありました。1年生の社会福祉学の学習成果、例年は大学祭で発表しておりましたけれども、それをリモート発表してほしいとの依頼です。大学祭でのポスター発表の代わりに先輩たちに向けて発表を行う機会を得ました。1年生はリアルな入学式もなかったので、先輩たちからのオファーに大いに勇気づけられ、オンライン交流会でも心を通わすことに大変喜んでいました。こちらがその1年生の作品の一部です。また、4年生の看護研究の中で、例えばこの学生は入院している子どもに付き添う親の困難を先行研究から KJ 法によって統合して卒論にまとめました。卒論指導もすべてオンラインによって行いましたが、その結果、患児に付き添う親は様々な困難がありながらも、子どものためなら入院に付き添いたいといったエンパワーメントやレジリエンスを見出すことができました。これは健康相談活動論の授業での学生の声を集めて KJ 法でまとめたものです。学生たちはオンライン授業に対しては新鮮な授業スタイルだ、あるいはオンラインによってアクティブラーニングの効果がより実感できた、また、SDGs 質の高い教育をみんなには、私たちが進行形で経験しているオンライン授業でもある。SDGs 健康と福祉は、私たちの感染予防行動だけでなく、医療体制や情報を整えることで患者を守れる、など、国や時を超え本質を追求する姿を見ることができました。はい、続きまして、私の方から、このコロナ禍による、臨地臨床実習への影響について話をさせていただきます。私ども1年生から4年生まで、いろんな実習を行っておりましたが、昨年度1年間は、年間を通して、すべての臨地臨床実習において、何らかの影響がありました。具体的には施設における実習時間の短縮として、それが2週間から1週間になってしまった。あとは、学生が自分からこう患者さんのところに行っていろんなケアとかを実施できずに、看護師さんについて、いろんな指導を受ける、シャドーイング実習になったりとか、あとは、直接患者さんと関わる機会や時間の制限、1日30分以内でお願いしますとかといった変化がありました。また、すべて2週間、もしくは3週間の実習がすべて学内実習に変更になったり、学内実習も行うことができずにオンライン実習への変更を余儀なくされた場面がありました。特に学内実習であったり、オンライン実習への場合はですね、本学もともと、シミュレーション教育を導入しておりましたので、高機能シミュレーターや、これは昨年度から導入しましたバーチャルシミュレーションを活用して、情報収集能力やアセスメント能力、またスキルの向上を目的として、実習に取り組みました。これが高機能シミュレーターを用いた学内実習の写真になります。実際の病室と同じような環境を作ってですね、学生が実際の患者さん、シミュレーターを用いて、そこに行って血圧を測ったりとか、コミュニケーションを取る、こういうことを情報を取ってくるっていうのを練習をして、それを周り他の学生が観察をしながら、この後、別室でですね、それに関するディスカッションもして学びを深めていくというふうな内容で実習を行いました。
また、バーチャルシミュレーションを用いたオンライン実習においては、このような、ウェブの、方式で、それぞれ学生がオンライン上で、模擬患者さんのこういう電子カルテの中から、患者さんの情報やこういう血液検査のデータ、検査データをもとに実際患者さんのところに行って、聴診をする、問診をする、もしくはこういう内容でコミュニケーションを取るといったような、バーチャルシミュレーションを用いた、実習をオンライン化として行いました。学内実習、オンライン実習の評価としましては、学内実習においても臨地臨床実習と同様のスケジュールで実施をしております。そして病床環境や医療記録、データ等も可能な限り、臨床現場と同じように再現をしました。また教員が模擬患者となり、ロールプレイを実施しております。で、オンライン実習に関しては、先ほど、話しましたようなバーチャルシミュレーションやマイクロソフトチームスを活用して、ウェブ上で、実習環境を再現しました。このような実習を行うことで、臨地での実習グループと、学内での実習グループの実習後のアンケート結果においては、教員の関わり、もしくはそういう学習環境、また実習全体の、学生の満足度のスコアに、大きな差は見られませんでした。また、学生からの意見として、学内実習やオンライン実習では、臨地の実習と同じようには難しいと思っていたんですけども、より自分で考え動くことを学べた。また、カンファレンスの時間が増えたことで、他の学生の考えや、情報収集の視点、アセスメントの思考過程を共有、ディスカッションすることができたという意見がありました。また、4年生につきましても、実習がいくつか学内実習になったりということがありましたので、卒業した学生、今、実際看護師として、仕事を始めて1週間ぐらいになるんですけども、その学生にちょっと聞き取り調査をした結果、今不安なこととか、臨地で行うことができなかった実習については、実際のイメージが湧きにくく、その分野で仕事をするという選択肢がなくなる。また、他の同期との経験の差に関する不安であったり、実習機会が減少した看護技術への不安、患者と直接関わる機会の減少によるコミュニケーションの不安というものが挙げられました。しかしそのようなものは卒後現任教育において臨床現場で例年より細かいチェックや指導が行われているということが明らかになりました。そのため大学と臨床現場との間で学生がそういう経験習得できていること、また不十分な部分の情報共有が今後は必要だと考えます。また学内実習やオンライン実習においてより臨床現場をイメージできるような取り組みとして、本年度4月からの実習もすでに学内実習に変更になっているんですけども、その学内実習において実習施設とウェブ会議システムや遠隔配信システムを用いたリアルタイムでの実習指導を開始しております。私はアクティブラーニングと SDGs の視点を導入したハイブリッド授業を実施し、遠隔授業の長所、短所、展望の中で看護教育のレジリエンスが示されました。はい、私の方からは、COVID-19 の影響により、臨地臨床実習も学内実習への変更や、オンライン実習の実施を余儀なくされました。その中で本学では、高機能シミュレーターやバーチャルシミュレーションを活用して、コロナ禍における新たな臨地臨床実習のあり方や取り組みについての示唆を得ることができました。以上の通り、新たな時代の看護教育の質保障に向けて、医療等関係機関と共同して、学生の学習、キャリア支援を進める必要があり、そのための綿密な準備と大胆な構想、飛躍が求められているとの結論を得ました。キーワード、大学教育の質保障、アクティブラーニングと SDGs、リアルタイムでの実習指導、レジリエンス、以上でございます。ありがとうございました。